どうも皆さんこんにちは。はじめまして方はじめまして、直樹と申します。ナヨタの奇跡実況プレイ続きの方をやっていきたいと思います。前回は、依頼攻略をしていたと思います。でそれが終わって、今回はこの脈動する断層 と、このユミロの格好あるを攻略するしようと思います。では行きましょう。今回の計画はですね、ゴージャー35以上かかりそうです。なのでゴージャーを倒そうです。暴れるよね。びっくりした。
何も積むところじゃないところを積む必要があるっていうところ。で、ここは標的じゃなくて普通のやつですけど、でもこのこっちの不正軌道と空間ですね。全体系を手に入れた。OK です。なんでさっきまで上がれなかったんだろうな。ちょっとしたタイミングが来るかもしれない33、あともっとどこかで回せればいいかなというでしょう。というわけで、ネトマトとは戦いです。ほとんど多分あれだよな、ベルノテラはほとんどかな。まず最初はコスプレとは、バイトの場で行きましょう。こいつらはこいつは強いし、近くにいないんですよ、こいつは。こういう感じで、より明るく感じて考えれば、すいません、長期戦になるかと思ったので、命大事にすぎるってこと。でもこれなんで当たらないの。ちなみになんですけど、これ難しいと思ったら、最初のじゃあ逃げるのだと思います。こいつはあ、こいつ別に倒さなくても実は別に倒せるんですね。なのでね、今1体倒しましたね。
と音楽がこんなにしっかり聴いたのは初めてのような気がします。もうあと一撃やってたら死ぬかな、この俺。こいつ、自分で使えるようになれば、それは強いんですけどね。コンピ倒すの今倒さなくていいって今日倒した気がしますけど、というわけでなんだこのヘタレプレイはっていう感じなんですが、もう逆に言うとこれ以外の勝ち色が思いつかないです。こいつは今のレベルじゃ無理やな。今のレベルとか今の装備の無理を含めて上の敵が死んでると何気に、あれ、ボブちゃんの2個足りない。はい、というわけで、最後一応これであるかな、2つ第2季節までの全てのやつのコースの最後ですね。ここは読みろの加工春を行きたいと思います。で、弁当1回からクリアせよ、目指すけど弁当がないんだ。さすがに弁当縛りっていうのを鬼畜なことをやるつもりはないので弁当を作ります。ある意味縛りをやれちゃんとやれと言われてはそんなことないです。さっき説明しなかったけどグランドテラーっていうのがさっきの7つか長々しい
やつだったんですけど、結局あれよくわからないうちに多分皆さん終わらせてしまう。分かりづらかったね、あとドスクルフラワーを含めて分かりづらかったと思うので、先にちょっとグランドテラーから聞いてみましょうか。で、言いつつ果たしてチャージするのか使えるのかどうかは不明です。Oh yeah!
なんかあれですよね、ポケットのところに強いやつ持ってたんですよ。ちなみに、多分、あれですよね、ポケットの方が、キッカーを持ってるってことも含めて、まあ、導入に近いところというか、使いやすいからと思うんですけども、実は最初の方で、強化されるのが、ポケットだったので。こういうのも割とあれなんですか、結構貴重な回路があるんですけど、まあ、ここまで取りに行くのはこれから大体ここで取りに行くのかな、もう取るんだね。というわけで、弁当使用1回間しか使わずに全部毎回取れたので、こういうところで星3つ獲得です。はい、というわけで、これであれかな、それぞれの大陸の、大陸にある、2つ、1つ取れたのかな。はい、そうですね、それぞれの大陸にある、それぞれの大陸の第2季節までのやつを取り切ることができました。で、まあ、最後、3人とか、3人中としかちょうど溜まったので、まあ、最後、師匠の方に行って、教えてもらったら、この動画は今回はここで切らせていただきたいと思います。次から、あれですね、ヘリオグラードの方に行きたいと思います。正直習得した。これによって、進撃回数が6回になるので、あんまり片手剣使うのであんまり嬉しくないですけど、そして片手剣の心を手に入れるのになぜか両手剣を使っているという、このオルバそれでいいのかっていうツッコミをしたいんですが、まあいいんでしょう。鍛錬を積むごとに新たな境地を開きや今後の精進を怠らぬような。ありがとうございます師匠。この調子で鍛錬を積むといい。この動画はここで、切らせていただきたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。先ほど言いました、次はヘリオグラードの仮想からいきたいと思います。それではまた次に行ってください。それでは。